雲の中では何が起こっているのか雲をつかもうとしている話荒、えー、木健太郎です佐々木京子です、えー、今日はこの二人で、えー、お届けしたいと思います、えー、これからですね、はい、お話ししたいのは、えー、気象予報士を、えー、今目指して勉強されている方そして、えー、実際に気象予報士として、えーまあ テレビとかで,ですねウェザーキャスターとしてその気象解説者をやっているという、まあ、そういう方たちに向けたメッセージを話したいと思います。えっと佐々木さんはどういう立場で気象予報士と関わっっていいらっしゃいますか、はい、私はもう完全にあの予報をこう個人のお客さんに出すとか。 そういう感じでですね。裏でせっせと予報を作っているという立場でやっております。あの聞いた話だと先生もしているという話<ー> <laughs> そうなんです。実は気象予報士を目指す方のですね。講座をやっておりまして、先生やってます、はい。はいで、まあ何人ものあの気象予報士を生み出す先生でもあるということで今日のお話にはあのうってつけのあの相方だと思います。で、あのまずですね。あの。 気象予報士を目指して勉強していく中で一番難しいところ、まあ私もあの最初気象勉強しているときに一番つまずいたところなんですけれども、数式と実際の現象のイメージを結びつけるのが非常に難しかったわけですね。そですね。で、はい、あのそそこはどうどう思いますか？あのまさにそれであの一般分野っていうところから勉強を始めるじゃないですか。スタートでようし始めるぞって言ったそこが数式 いいきななり熱力学ででで数式すすみたいなそうですねあの <laughs> やっぱり気象って物理なので <laughs> 数式をあの使って説明するっていうのはあのやっぱり必要なんです。うん、でそこはあの数式の知識す、まあ、数学ですね、まあ、そういう知識が必要なので、えー、一番つまずきやすいというところです。であのそういうところですねつなげたい、まあ、イメージと数式をつなげたいということと、えー、もう一つは 実際にその現場で解説作業を行っている人向けにその解説をですねより良くその技術をより磨いてもらうために、まあ、最先端の研究今雲研究の最先端で何が行われているのかそういったところを是非知っていただきたいということで本書を執筆しました。 で、えー、こちら表紙です。あの、あ<ー>カバーデザインですけれども。ええ、雲がですね、こう、あるわけですね。はい、中にはいろんな粒子が、えー、見て取れます。はい、で、この粒子っていうのは、あの、いろんな役割をしていますね。えー、例えば、あの、このあたり、こ、ある、これは何でしょう。これ、虹ですね。虹がありますよね。<laughs> で、まあ、虹っていうのはですね、<laughs> うん、あの、まあ。 雨の粒とか、まあ、ちっちゃい水滴があの作り出しているあの、まあ、そ空を楽しむ上での醍醐味なんですけれどもあの勉強していく中でやっぱりその勉強つらいって思っちゃう方多いと思うんですね。はい、でそんな時に、えーまあ、本書を見てですね空や雲を楽しみながら、えー、勉強していただきたいっていうのが、はい、まさにこのカバーデザインにも表れているわけです。 絶対に読むという,そうです、ね、気象業界のバイブルです。はい、その名も一般気象学です。はい、小倉義満先生の、はいえー、教科書です。あの小倉先生は私の師匠でもあるあ,あの大先生です。そうですね、そうですよね。えまあこの教科書はですね、非常によくできた教科書で、まあほとんどの、えー、分野を、えー、網羅しているような、えー、教科書になっています。で、えー、ただあの小倉先生はもとその大気のまあ気象の 力学とかをあのよく、えー、やられ熱心にやられていた方で、はいはい、非常に数式に強いんですね、はい、めちゃくちゃ強いもう本当に強い世界でも,もトップクラスの強さなんですよ <laughs> でその方の,の大先生の書いた教科書やっぱり性格が出ていて、はい、数式すごい出てくるんですね総、はいうん、関基礎学入門とかでも入門なのに全然もう偏微分方程式だらけなんですねなかなか苦しいですね <laughs>、はい、そういうところをな勉強するのは であの実際にあの本書をです、ね、この書籍をあの先読みしていただいた感想がありますあの気象予報士を目指している方からいただいたものなんですけれども、うん、えこの本があったらもっと早く合格したんじゃないのとあ嬉しいですねこういうこと言われたら佐々木さんも嬉しいですね。はい、そうですね本当に受験生なら大体点数一般気象学の本を3ページ読んではもう崩れ。うん また3ページ読んでこう崩れとで数式書いてあるところはとりあえず飛ばすみたいな本当は大事なのにね <laughs> 宿泊状態ですよ <laughs> まあそこを何とかしたいというのがまあ本書の一のつの目的でもあるわけですね、はい、でそれを何とかするために出てくる人たちがこの人たちですああパーセルくんはい,あい,い数式まみれの気象学の教科書の今現現代現代ですよ、はい、これを 打破すべく現れたのが <laughs>、えー、この人たちです。ううですね、パーセル君、クラウドン、はい、上昇流下降流がいます。<ー>で、たくさんいるキャラクター。カラフルですよね。はい、まあこういうふうにですね、視覚的にイメージをすることで現象がより、えー、イメージしやすくなるんじゃないかと思って、はいえー、この子たちをですね、せっせせっせとパワーポイントで生み出しました。 ねえまさかパワーポイントで書いてるとはね本書はです、ね、あの6章構成になっています。で特に、えー、と第1章第2章で、えー、基礎的なところ、まあ、さっきあの、うん、佐々木さんもおっしゃったように大気の、まあ、熱,熱力学とか力,力学とか難しいようなところを全部第1章で 1>、はい、まあ概ねあの、うん、説明しています。 でまあ、そこにはですねあのキャラクターたちがふんだんに使われているわけですねで、まあ、第2章とかでは、えーまあ、楽しむ楽しみながら勉強してもらうという意味であのどうやって楽しんだらいいかっていうコツをあの紹介してますでさらにその先あの第3章以降でこうどっぷりですねどっぷり雲の中にもう一緒に佐々木京子さんと突っ込んでいっちゃうそういうところで、えーまあ、応用の話をしています、はいはい でえっ、ー、とこちらがですねあのー、相関気象学入門違うわ一般気象学入門っていうあのさっきのバイブルの、えー、一部です、はい、でこれちょっとえー、ちっちゃいんですけれども、えー、乾燥断熱現率の、えー、話を、はいえー、しているページを、えー、一部紹介してあります <laughs>、はい、でこれ見えますか数式ですよ数式がありますね <laughs> 数式書いてありますねはい。 あの乾燥断熱現実って、はい、数式でいきなり説明されても用語からしてよくわかんないし <laughs> 数式で言われてもよくわ, <laughs>、ね、わかんないですよね。それ,をはい、それをですね、トラクターで解説するとこうなる。はい、じゃじゃん。えー、乾燥断熱変化ですよ。<laughs> こん<な>パーセル君が。 ここんな感じののとだったのったていうねねパーセル君がです、ね、上司の圧力に耐え耐え忍びそれでもなおかつ熱くなって何とかしようとするわけですよ。<laughs> はい、でそのパーセル君はですね、うん、あの適度な圧力があるような、えー、高さだとですね適度に通常、うん、普通のテンションで通常業務をこなせるわけです。でもあまりにその、うん、ストレスがかからないような気圧の低いような高度だとはい。 逆に怠けた顔してきてるもんね怠けてますね怠けてるよね水遣でかくしたらですねその分ですね疲れてしまって冷めてしまうわけですよ断熱膨張断熱膨張して冷却するっていうねも素晴らしいそこですよ通識がまさにイメージとリンクするところですはいそういうイメージがやっぱり必要なんですねはいであの まあこういったイメージをもとにですね気象予報士の、えー、資格を実際に取られた方が、えー、現場で解説者として働かれていますでこれ京子さんですね何してんですか <laughs>、はい、テレビの天気予報は残念ながら30年前からほとんど変わっていませんなんだって <laughs> <laughs> っていうのを言いました。残念です。はい、です非常に残念です。はい、で、そこにはですね、あの気象解説者やっぱり悩んでいるところっていうのがあります。うん、実際にこれ、あのウェザーキャスターとして現場であの解説者として働かれている方からえ聞いた話ですえ。専門的に伝える際のえ厳密さ、正確さ、それに対してやっぱり分かりやすくするためにあのデフォルメをするというところなんですね。はい、そこのジレンマのところで、あの非常に悩んでいる。 わけです。ただ、え、またこれ佐々木岡さんです。はい。はい。何て言ってますか？科学技術が進歩するなら気象予報士は今よりもっともっと勉強しなければならない。なんだって？資格を取ったら終わりじゃないのか？終わりなわけないですね。終わりなわけないんですよ。そう。みんなね、その科学もね、時代もす前に進んでいかなきゃいけないです人間もそうです。前に進むことで成長すると、そういう話です。はい。え、こちら竜巻です。はい。 竜巻が起こるのは大気が不安定な状態だとよく説明されます。そうなんですね。実際にそうだった場合、そうだったと仮定したら、はい、日本はどうなってしまいますか。かはいはい、日本全国竜巻地獄になります。竜巻地獄です。今日も明日も明後日も竜巻。全国どこでもうらうら竜巻。竜巻だらけ。はい、そんな地獄の、ね、地獄絵図ですね。地獄絵図です。はい。はい、そんなことになってしまうわけがねえだろう。<laughs> <laughs> <す>そうなんですよ、はいはい、じゃあ、竜巻が起こるとき実際、その大気の状態どうなってるか、うん、特に強い竜巻が起こるとき <laughs>、はいえー、その強い竜巻の、ね、背景には必ずスーパーセルと呼ばれる特殊な巨大積乱雲がある、はい、ということが分かっています。こちらは、えー、特にですね竜巻その 強い竜巻が起こるるアメリカとかででよく観測される雲です、はい、日本でも2012年の5月に筑波で発生した竜巻とかは典型的なスーパーセルの竜巻だったということが分かっています。うん、でまあその中でですねこんなふうにいろんなキャラクターがですねあのいろんな苦労をして <laughs>、はい、え竜巻ができる環境が実際にできているのです,、ねう,ですね、うなんですよ、はい、でもこれ難しいんで、はい、あの実際に本書の中をよく見て <laughs> え何度も何度も読んで理解していただけると幸いです。ですね、はい えー、ただ、今説明した竜巻の発生メカニズムっていうのも分かっていること分かっていないことっていうのは非常に、うん、あのはっきりしないといけないでむしろ分かっていないことの方が多いんですね。はい、よくその解説書とか説明書とかでこれがこうだから竜巻起きますって言ってるの結構あるでしょ。 大きな間違いですよ分かってないことの方が全然多い何で起こるかっていうのはその事例ごとによって違ってたり共通のメカニズム何かっていうのは今まさに調べられてるところなんですね、うん、だから何がどこまで分かっていてこれから一体何が必要なのかそういうところまで本書の中では書いています。はい であのこれ、一番重要なところですね、はい、す現象をイメージするっていうのは、えーまあ、私たち研究者も必要ですけれども、やっぱり気象予報士の方には、えーはい、非常にこの部分、重要になってくると思います、えー、こちらの絵、えー、では、これ、何を説明されてるんですかね、はい、これはですね、積乱雲、積乱雲がどうやってできていくのかっていうのを、はい、あの教科書では、普通の教科書はこうでしたと、ところが、ところが、が<れ>ところがこっご、ね、い。 ところが、こっちイラスト書いてあるんです、これあのデ,ビューデビューイラストですよね、確かね。イラストを確かデビューイラストを、こうね、色つけて、けね、これはすごいわかりやすいと思って、ですねぜひ <laughs> これ、解説させてくれっていうことで、私はこれと対比させたんです、普段はこうやって説明しましたと。だけど、荒木さんが描いてくれた絵で説明すると、こうなりますっていうのをね、まさに一般気象学と今回の本の対比して。はい 見たっていうのを実際にやってみた素晴らしいです。対比重要です対比重要。対比することで <laughs>、はいえー、これまで難しいと感じていた、えー、一般気象学をより分かりやすく数式とイメージをリンクさせることができます。<laughs> <laughs> さらに <laughs>、はいえー、一歩先の気象解説へ、はい、最先端の気象を学ぶことで、えー、さらにより良い気象解説ができるようになるんじゃないかと、えー、私は目論んで、えー、本書を書いています。<laughs> というわけで、えーまあ、本書を読んでですね、あのさらに佐々木京子さんのような素敵な、えー、先生がですね、<laughs> あの本書を使って、まあ、いろんなところで、その 生徒さん、はい、育成に励んでいただけるとすごい私は嬉しいですかりましたぜひあの、はい、その時はこのキャラクターをですね <laughs> あのよく前面に出して、はい、あの疲れない生徒さんが疲れないようにして、ねまあ、楽しみながら一緒に、ねはい、あの勉強していただければと思います、はい、えというわけで、えーまあ、今回は気象予報士を勉強している方また、えー、気象予報士実際に活躍されている方を対象にして、えー、メッセージを、えー、お送りしました、はい、どううもありがとうございました。 ありがとうございました。